桜田町はかつて東京都麻布区にあった町である。行政地名としては麻布桜田町と称した。麻布地区住居表示体小津桜田町は麻布の高台にあった町であり、現在の住所で東京都港区元麻布3丁目、西麻布3丁目、六本木六丁目のそれぞれ一部が含まれる。その町域は 現在の在日中華人民共和国大使館のあたりから大地の尾根沿いを北に向かう通称テレ朝通りに沿った町域は現在の六本木ヒルズ、六本木桜坂の坂上、グランドハイアット東京の脇を通って現在の六本木通り、六本木六丁目交差点の手前付近まで至るものであった。町名は1九百七年から百四十七年までの期間を除いては アザブ桜田町という町名であった。桜田町では1922年3300坪に及ぶ住宅地が箱根土地によって開発、分譲されている。1966年、住居表示に関する法律に基づいた町域の再編が行われ、かつての桜田町の町域は分割されて、元アザブ、西アザブ、六本木の一部となり、 桜田町の町名は消滅した。江戸時代、桜田町には旗元松平城町の屋敷や剣閣、辻月館が散禅した旧工事などがあった。1888年には、現在の海城中、高の前身である海軍兵員学校予備校が開校し、2年後に工事町に移転するまで桜田町にあたる一角に所在していた。また、 現在の元麻布三丁目にある中国大使館の敷地は広大なものであるが、ここは大東亜戦争以前、満州国の大使館であった。沖田総司、柳原百白連、西武一らが生まれ育った場所であり、柳原は麻布の南山小学校に通った。歴史学者、網野義彦は桜田町に育った。また、王子製紙社長やラジオ、 東京社長などを歴任した実業家、足立忠も桜田町に邸宅を構えていた。AB 今尾ケ介、失われた地名を手がかりに、東京町歩き、特集、東京の地名町それぞれの物語、東京人、第20巻第5号平成17年5月3日、発行、ありがとうございます。